このイベントはラオスの学校建設活動の資金に役立てようと高知商業高校が毎年行っていて、今年で21回目です。今年は新型コロナウイルスの影響でステージイベントや出展などは行わず、縮小しての開催となりました。会場では生徒たちがラオスから直接仕入れた織物や民芸品などを販売。さらに今年新たにできたのがクラウドファンディングコーナーです。新型コロナの影響で活動機会が奪われたため、資金集めをクラウドファンディングで行います。クラウドファンディングという新たな切り口に私たちが挑戦し、9校目の学校建設が実現できたらいいなというふうに思っております。来月16日までに150万円が集まれば9校目のラオス学校建設が決定します。